甲賀市立水口中学校は、滋賀県甲賀市港口町水口にある公立、中学校。こんな水中生に育てたい。求める、水中生誠実な水中生やり抜く、水中生、爽やか水中差差別をしない、差別やいじめをしない、お互いの人権を大切にするは若さあふれる、爽やかな挨拶、挑戦する心。 テキパキとした行動ややる気のある、集中した取り組み、継続的な努力、諦めない姿勢か考える、筋道を立てて考える、自分の生き方を考える、周りの人を思いやる活動時間や休養日については、成長期の生徒が運動、食事、休養、睡眠のバランスが取れた生活が送れるよう配慮して、設定している。遠隔、水口中学校。 滋賀県高架市教育委員会2019年6月28日閲覧学校教育目標水口中学校滋賀県高架市教育委員会2019年6月28日閲覧学校の特徴水口中学校滋賀県高架市教育委員会2019年6月28日閲覧部活動の活動について 甲賀市立水口中学校、滋賀県甲賀市教育委員会、2020年8月25日閲覧、ありがとうございます。